動かしますね。ほら見てください。わかります？これ、後ろ。もともとこの後ろってね、写真では撮影されてないはずじゃないですか。勝手に被写体をくり抜いてその後ろの画像を作ってくれてるんですよ。皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日は最近キャンバに搭載されたすごい新機能を紹介していきます。最近キャンバの進化が本当にすごくてですね、特に AI の機能がたくさんついてから、より時短でかっこいいデザインがたくさん作れるようになりました。こんな感じで写真加工とかが本当にすごくてですね、あとはこうスケッチからこう画像に切り替わったりとか、本当にこう AI のね、ミッドジャーニーみたいなことができたりとか、あとフォトショップ並みのすごい写真加工ができるようになっているので、今日はそれをたくさん紹介していきたいと思います。はい、で本編入る前にちょっとお知らせです。アミティ先生絶賛クラウドファンディングを実施中でございます。iPad Mate Studio っていうね、あの iPad のクリエイティブスクールを東京に出したくて、来年春ぐらいにね、出せればいいかなと思ってるんですけど、東京は子供も大人も学べるクリエイティブな場所にしたいと思っています。で今資金調達だったりとか、あと物件探しとかを頑張っているので、あのこれを見てる皆さん、少しでもいいのでこのクラウドファンディングご支援いただけると嬉しいです。あの概要欄のところにですね、リンク、キャンプファイヤーのリンク載っけておきますので、そこからあのミニマムでもいいのでちょっとね、ご支援いただけると嬉しいなと思っております。はい、ということで早速チュートリアルやっていきましょう。はい、じゃあまず写真加工がすごいので、それからちょっと紹介していきたいんですけど、キャンバはだいたいここね、デザイン作成から始めていくんですけど、この中に写真編集っていう項目があります。これをタッチしてください。でそうすると自分の写真アプリの中から好きなものが選べます。で写真ライブラリをまず押して、自分のあの好きな写真を選んでください。でこんな画面になるので、ここでとりあえずデザインに使用するっていうのを押してください。でそうするとこういうキャンバスが出てくるんですけど、まずね、これを画像をタッチします。でそうすると写真編集っていうボタンが出てくるので、これを押すんですけど、これがめちゃくちゃすごいです。これがあの AI の機能の、まあ、写真加工なんですけど、おすすめがですね、例えばこのマジックグラップ、これはですね、被写体を自動的に検知して、移動させたりできるんです。はい、これ検知して今ここだけが選択されてます。でこれをね、動かしますね。ほら見てください。わかります？これ、後ろ全部どけるとこんな感じ。もともとこの後ろってね、写真では撮影されてないはずじゃないですか。でもねこれね、勝手に被写体をくり抜いてその後ろの画像を作ってくれてるんですよ。やばくないですか？もうこれね、知った時本当にびっくりしました。でこうやってね、自由に動かせるし、サイズとかもこうやってね、ちっちゃくしたり大きくしたりすることができます。じゃあこの辺でいきましょう。で次、このマジックエクスパンドですね。後ろの画像をこうまずタッチしてから、写真編集をして、これ押します。でこれ何かっていうと、このね、今この画角ですけど、これをこっちにまあ、拡大して、フォトショップみたいな感じですね。ここの余白を勝手に合成して埋めてくれます。はい、できました。すごくないですか？わかりますか？ここが合成されてる。すごい。で、これね、オプションがあるんですよ。これ1でしょ？わかります？見えます？で、2。はいはい、こっちがキーバージョンですね。暗いバージョン。あ、こっち扉バージョン。すごい。じゃあこれでいきましょうか。この木のバージョンにします。そしたらこんな感じでね、はい、こうやってやると、あ、じゃあこの辺いいんじゃないの。この襖感をもうちょっと出したい。襖感出したい。はい、こんな感じで、でちょっとここに文字入れるスペースができたので、ここに文字入れて仕上げます。ちょっと文字が読みにくかったら後ろをこうやって調整しつつ、はい、どうでしょうか。こんな感じ。これ最初の画像です。でこれをまあ移動させて、文字の隙間を開けて文字入れると、こんな感じで、すっごくおしゃれなバナーが簡単にできてしまいます。もうこれがですね、今私が超一押しのキャンバの新機能でございます。で次、この男の子の色を変えたりとか服を変えたりとかっていうのをしていきたいと思います。さっきと同じ、画像を変えたいときはまず画像をタッチしてから写真編集を置きます。で次、このね、服の色を変えたいんですけど、まあ、これはよくあるフォトショップのね、手法だったりするんですけど、この編集のところを押します。で
ここはこれ明るさとかね、こうやって変えたりするところなんですけど、この下の方に、カラー調整っていう項目ができました。これ何かっていうと、この写真の中からもカラーをピックアップしてくれてるんですよ。なのでこれタッチします。で色相変えると、わかりますか、もう勝手に色変わって、しかもスーパーナチュラル、めちゃくちゃリアルじゃない。でちょっとサイドとかもあるし、ちょっとこうネオンチックな色にしましょうか。でちなみにこの肌の色ですね、肌の色とかも例えばこうちょっと美白、はい、このカラー調整新機能なのでぜひ覚えてください。これめちゃくちゃ使えます。で次がですね、マジックエディットっていうのいきます。マジックエディット、これちょっと前についた機能なんですけど、これがですねちょっとやばすぎて、もう衝撃です。ブラシサイズを調整して服をもう完全に変えます。この今パーカーね、パーカーっていうか普通のニットかな、をこれでちょっといい感じになぞります。で続行、ここで好きな服を入力します。日本語でも大丈夫です。で生成、おおちょっとなんかあんまりちょっとおしゃれなパーカー、あ、これいいですね。このパーカーいいんじゃないですか。めちゃくちゃリアル、見てください。すごくないですか、このシワの感じとかも、すごいの、すごい。ちょっと違うのでもやってみましょうか。ジャケットでいきます。おすごい個性的。あ、いいじゃないですか、ソラくんおしゃれ。この子ソラくんって言うんです。 NFT のモデルをしてくれましたね。あ、これとかなんかちょっと大人っぽい感じになっちゃっていいですね。でこのなんか服のとことかもよく見てもらうと分かるんですけど、いや、この服もともと着てましたよねぐらいのリアル感なんですよ。すごい、もう精密でリアルでわからないですね、本当に。次ね、このアプリっていうところを押して、ドットとかグリッドがもうなんか自動的に入れられるような、ちょっと細かい機能なんですけど結構おすすめで、あのここのアプリを押して、ここの検索のところでキャングリッド、キャンはできるですね、グリッドはグリッドですね、グリッドできるのキャングリッドで覚えてください。でこれタッチすると、はい、こういうグリッドだったりとか、ドット、三角のドット、四角のドットみたいな感じでドットの種類が選べます。じゃあこのドットでいきます。ドットで色を選びましょう。このパーカーの色でちょっとやってみますね。Add to design、 はい、そうするともうここに出てくるんですよ。はい、でこれで複製、これをグループ化したいと思います。グループ化するときは1個選択して点点点押して複数選択でタッチタッチタッチで完了で、グループ化っていうのが出てくるのでこれ押します。そうすると1個のまとまりになるので、これでまたこれをこういっぱい作るんですね。いっぱいこうやって下に作っていきます。でこれを背景にちょっと敷いていきたいなと思うんですけど、その前にちょっとこれさ、ソラくんは手前に来てほしいんですよ。ソラくん手前でグリッド後ろに背景にしたいんですけど、その時は、さっきのグラブ、オブジェクトですね、このソラくんだけを被写体を切り抜きっていうのをやっていきます。ソラくんタッチして写真を編集です。でさっきのこれですね、アミティ先生切り抜いたのと同じマジックグラップを押します。はい、切り抜けました。ソラくんだけが切り抜かれて、もともと後ろね、白背景、ここ写真撮られてなかったはずなのにちゃんと後ろがあります。で今これソラくんがですね一番前にいるんですよ。この配置のところを押してもらったら、背面に行くと今これドットかぶって、さらに背面に行くと一番この背景よりも一番向こうに行きます。最前面にソラくん置いて、ソラくんを一番前にすると分かりますか、後ろがドットでソラくんが前に来て、
背景があるっていうような感じで、すごくナチュラルな背景を作ることができます。めっちゃ可愛いですよね。ここからですね、ちょっと上になんかコラージュ的な感じで画像を乗っけていきたいと思うんですけど、スケッチトゥーライフと、ここのアプリのとこですね、さっきと同じスケッチトゥーライフと入れてください。でこれ何かっていうと、イラストを描いたらですね、それが勝手に画像に切り替わる。でここに白いキャンバス出てくるので、ここにイラスト描いていきます。ハリネズミを描いてみました。でここの Describe Your Sketch のところで、何を描いたかを描きます。ヘッジホッグで Generate。 うわ気持ち悪い。もうでもいいや、仕方ない。でこれをさ、このハリネズミだけ切り抜きたいんですよ。その時は皆さん覚えてますか？写真を編集で、マジックグラップ、これはですね背景が残ります。で完全に背景を消したい時は背景リムーバーですね。はい、こんな感じですごい綺麗に抜けるでしょ。で調整したい時はここで削除ね、こう細かい調整ができますので、でこれでこんな感じかしら、そらくんの後ろに置いて配置で背面絵にすると、はい、こんな感じで空くんの後ろにくっついてるみたいな感じになりますね。リンゴもちょっと描いてみましょう。お、いい感じじゃないですか。はい、こんな感じかな。ちょっと完成度のね、おしゃれかどうかはちょっと置いといて、元の画像こんな感じですよ。紫のね、服を着ていた空くんの服が変わり、色が変わり、絵を描いたものがハリネズミになったりリンゴになったりして、こうやって乗っけられるというね、かなり面白いことができるようになってます。で今回紹介したやつはですね、ほとんど有料機能になります。無料でできるやつもあるんですけど、課金ですね、月々、1000円だったかな、1500円だったかな、課金をしてもらったら使える機能になりますので、キャンバーはちょっとマスト課金かなと思いますので、ぜひね、まだの下課金してみてください。はい、ということで今日のチュートリアルこんな感じになりますけれども、面白かったでしょうか？よかったらね、ぜひいいねボタンを押しといてもらえると嬉しいです。で、クラウドファンディングですね、 iPad Mate Studio 東京来年開校に向けて絶賛クラウドファンディング中でございますので、支援してくださった方はですね、アミティ先生の授業が受けれたりとか、あとその施設を使えるドロップインのチケットとかもリターンとしてもらえますので、ぜひこのクラウドファンディングのね、ウェブサイトチェックしてもらえると嬉しいです。で少しでもいいのでご支援いただけると嬉しいなと思います。はい、ということで今日は以上でございます。バイバーイ。